勉強だけじゃなくて部活もそうやし、これから社会に出てもそうなんよ。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。マナビズムの熊谷です。マナビズムの矢沢です。受けましたね。受けましたね。はい、よしきは、高校はどちらでしょうか。富山高校です。富山高校。部活はサッカー。引退はしてますか。まだです。いや、引退してない色してますもんね。いや、もうバッチリですね。はい、ちなみに、志望校はどちらでしょう。志望校、立命館大学か関西学院。立命館か関学に行きたいと。なるほど。で、今日の、早速じゃ質問に行きましょうか。自分は、夏休みずっと部活があって、その周りの人よりも勉強できる時間っていうのが少なくなるんで、その少ない勉強時間でも勉強の質を上げたいと思ってるんで、はい、その勉強の質の上げる方法、を教えてほしい。なるほど。勉強の質を上げるって、これめちゃくちゃいろんな方法があるから、こうやったら質上がるでっていう抽象的な話できひんと思うねんけど、具体的にそのどの科目がこう悩んでるところであったりする。英語。英語。それはじゃあ今の状況を聞かせてもらいましょうか。英単語は一冊終わった。英単語一冊終わってる。で、英文解釈も、バイブルは終わってる。それなりに終わってる。何で質が低いと思ってる。逆にもう質が高いなこいつって思うような友達がおる周り。います。それと何が違うか分からんって感じ。なるほど。なるほどね。その子はじゃあその よくできる子は 何が効率がいい。覚えるの早いとかそういう意味で。いや、テストで点を取ってくる。ああ、自分はやっててもテストで点が取れへんから質が低いんじゃないかと思ってるってことや。うん、なるほど。なるほど。じゃああれやわ。多分コンサル誰ですか。中西くんですか。多分ね、同じ悩み持ってるような人他にもいるはずです。これ確実に。で、一つのものを食べた時にそれをどれだけ吸収できるかっていうことや。質って言ったら1時間で100の量をやるのと100の量をやってそれがじゃあ90残る人と60残る人と30しか残らん人みたいな概念やんか。でその時にじゃあ自分のキャパがじゃあ1時間で100のものをやとして、それがじゃあ今60やけどそれ80にしたいっていう時ってどういう風にするかって、今やってることの意味とこれをやったらどうなるかっていうのをきちんとシミュレーションできてるからね自分が。ある。もしこれさ、もう俺もその抽象度を上げる話俺めっちゃ知ってるやん。レンガ積む話。あれ知らん。え、知らん。知ってるよな。知ってるよな。ちょっとじゃあそれはちょっと後でね、これ何回も言い過ぎなんで。例えばサッカーで話しましょうよ。サッカーも同じ時間練習してるのにあいつめっちゃすぐ上手なって、なんかすぐできるようになって、あいつむっちゃ練習してクソ真面目に練習してるのに全然レギュラー取られへんやんみたいな。おるやん、何百人おる部活やってるやってたらおるよな。それ何が違うって、一回一回の練習に意味を全部持たせてるかの違いやん、やっぱり。例えばそうやな、具体的にしていったらフリーキックの練習。じゃあフリーキックの練習どうやってやるの。100本とか1日100本とかそういう数で決まってる。時間で決まってる。どんぐらいフリーキックの練習するとしたらどれぐらいの時間取る。10分ぐらい取るね。じゃあフリーキックの練習10分やからって言って、とりあえず適当にフリーキックゴール狙ってフリーキックする子もおれば、この前の試合で左のそのところからフリーキック蹴るチャンスがあったけど、それが右のコーナーにこう
うまく入らへんかったから左側からこの軌道で入るようにフリーキックの練習しようって10分やってる効果って全然ちゃうやん。全然ちゃうん分かるよ、それサッカーやってたら。何も考えんと10分間蹴り続けてるやつと一個一個意味感じながら蹴ってるやつって全然ちゃうやん。それは考えてやってるやつの方がうまなるやん。それをいざじゃあ勉強になった時になんで単語やってんねやろうと思いながら単語やってる子と、いやこの単語何個覚えたらこの大学でこんぐらいの量やったら読めるようになってるよなっていうシミュレーションを持ってやってる子と、コンサルに今日今週200個やから今週1から2200やから覚えてきてって言われたら、分かりました、じゃあ1から1200やから覚えてきますってやってる子とかいっぱいおる中で、一個一個意味感じてやってる子が質がいいね。それを考えんと言われたままなすがままの子は単語テストは乗り越えれるかもしれへんけど意味を感じてないから試合になったら全然結果出へんっていうことになりますよね。そりゃそうでしょ。これって勉強だけじゃなくて部活もそうやし、これから社会に出てもそうなんよ。今やってることはこれにつながる、それが間違ってるかもしれへんけどこれにつながってこのためにやってんねんっていうのがあって、初めて今やってることに意味が生まれてくる。だから今やってることが何でやってるのか、どうつながるのか、ほんでこれをいつまでにどんだけやったら何点どのテストで上がるのかっていうのをシミュレーションして、あかんかったら修正する、あかんかったら修正するっていうのを繰り返していく、これしかないです。だからなんか意識して質上がんねんじゃないねんけど、それをそう考えながら常に変化をし続ける、うん、という形で一番いいし、これが自分の肩に当てはまってんなっていうのを模索していくというのが俺は大事かなと思います。 OK ですか。ありがとうございます。はい、じゃあ今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。